三島屋変調百物語は、宮部美雪による日本のホラー時代小説のシリーズで、ある。2014年8月、NHKBS プレミアムにて、恐ろし三島屋変調百物語のタイトルで、テレビドラマ化された。シリーズ第一作、恐ろしは、JA グループが発行する雑誌、家の光に2006年1月号から2008年7月号まで、連載された後、 角川書店から刊行された。第2作、安住は、読売新聞に2009年1月から2010年1月まで連載された後、中央公論新社から刊行された。第3作、泣き同時は、オール読み物と別冊文芸春秋に2011年から2012年にかけて不定期連載された後、2013年6月に文芸春秋より刊行された。 2015年6月から2016年6月まで日本経済新聞長官にて迷いの旗語が連載され第四作として2期に解体されて2016年12月に日本経済新聞出版社から刊行された2016年11月5日から2017年10月31日まで第五作の綾やがし増しが北海道新聞、東京新聞 中日新聞、西日本新聞に連載され、小説野生時代2018年2月号に、掲載の金目の猫を加えて、2018年4月27日にカドカーから刊行された。2018年8月1日から2019年7月31日まで、第6作の黒部五人化五点が毎日新聞長官に連載され、2019年12月に、 毎日新聞出版から刊行された。前作第5作に、収録の金目の猫で、お力がと次、本作から、聞き手が富次郎に引き継がれた。小説や生時代に2020年2月号から2021年2月号まで、火炎大鼓が連載され、2021年3月に、第7作、魂手形が角川から刊行された。 恐ろしみ島や変調百物語ことはじめ角川、書店、2008年7月、ISBN978 から4から04から87万3859から、例新人物ノベルス、2010年6月、ISBN978 から4から404038661角川文庫、2012年4月、 ISBN 978から4から04から10万281から、零安住三島や変調百物語ごと続中を、口論新社、2010年7月、ISBN 978から4から12から004137から、に新人物ノベルス、2012年2月、ISBN 978から4から404041425かどかは文庫。 2013年6月、ISBN978 から4から04から10万822から5、泣き同時、三島屋変調百物語3の俗文芸春秋。2013年6月、ISBN978 から4から16から38万2240から、に角川文庫。2016年6月、 ISBN 978から4から04から10九3991から53君島や編長100物語4の俗日本経済新聞出版社2016年12月 ISBN 978から4から532171414角川文庫二千十九年六月 ISBN 七十八から四から零四から七千七百六十一から 例、あやかしうし三島屋編長百物語5のかどかは、2018年4月、ISBN 978から4から04から10万6792から5クロブ5人化5点、三島屋編長百物語6の続毎日、新聞出版、2019年12月、 ISBN 978から4から62010845にいい魂手形三島屋編長百物語7の俗角川2021年3月 ISBN 978から4から041108536川崎塾の旗子の娘、お川、はとある事情から江戸で袋物屋三島屋を営むおじ夫妻のもとへ行儀見習いとして身を寄せている しかし、店主の身内として、習い事に励むよりも、女中として、忙しく働くことで、自らの過去を、頭の隅へと追いやろうとしていた。ある日、おじの異兵が急な所要のため、訪問が予定されていた客への対応をおちかに任せて、外出してしまう。他人に心を閉ざしているおちかは不安に駆られるが、自分を信用してくれたおじのためにも、客に比例があってはならないと覚悟を決める。 客は庭に咲く万寿者げに恐れをののくが、おちかに対して自分の過去にまつわる会をぽつりぽつりと話し始める。帰宅後、おちかからことの天末を聞いた兵衛は、江戸中から不思議な話を集めるとして、おちかにその聞き役を務めるよう言い渡す。最初の客、藤吉と二人目の客、お高の不思議な話の聞き役を務めたおちかは、 次におちか自らが三人目の客として、おしまを聞き手に悲しい過去を話し始めるのだった。やがて、一度に語り手は一人だけが、黒白の間に招かれ、聞き手は、おちか一人だけの、代わり百物語は、三島屋の看板となる。おちかが十九歳の時、富次郎が三島屋に帰ってきて、共に聞き手を務めたりしていたが、おちかが、勘一のもとに嫁いでからは、 富次郎が秋き手を引き継ぐ。恐ろし三島屋変調百物語のタイトルで、シリーズ第一作、恐ろしを原作に、NHKBS、プレミアム、ザ・プレミアムにて2014年8月30日から9月27日まで放送された。主演は春。前後回。ゲスト恐ろし三島屋変調百物語に関する、カテゴリー。ありがとうございます。